ちは、八ヶ岳スタイルです。今日ね、もう寒くなって、今日結構寒いよ。いつも外の凍結防止にセーブ90っていうのをつけてるんですよ。で、今年初めてつけるから、このチェッカーで検査しなきゃいけないんですね。それでいつも私、凍結防止ヒーターだけだと電気代がもう24時間かかるので、これをね、いつもテムコ90っていうのを使ってますね。もう何年か使ってますね。何年目かな、忘れたけど、もしもこれが壊れてたら、凍結が効かないので、水道が凍結して破裂する恐れがあるので、1年に1回は必ず調べなきゃいけないですね。ちゃんと使えてるかどうかね。そのために、このチェッカーというので調べますね。まず、冷凍庫に30分入れて、後で概要欄にこのテムコ株式会社のチェッカーの使い方っていうのがあるので、それはちゃんと貼りますけど、これね。これを毎年調べるんですね。ちょっとね、高いんだけど、全部買うとね、凍結のコンセットがいくつあるかでね、いる数は違いますけど、うちは、まあこれだけあれば足りるんで、これだけ使ってますね。で、まずチェックをしますね。そして冷凍庫に入れといて、まあ今やりますけど、使えるかどうか調べるんですね。冷凍庫に30分入れとけっていうので、入れといたんですね。30分間ね、これね、これを一つずつチェックしていきますね。これとこれだけね、さっ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 さ、これチェックしていきますよ。ちょっとね、一個ずつしようか。この2つは入れとこね。ちょっと待ってね。それでね、これに入れて、まずこれを入れて、このぐらいでいいかね。これを入れて、で、このチェックを、あれ、これでいいの？これでいいのかな？これ全部、いや、はっ、うん、あ、両方ついたね。これは大丈夫ですね。じゃあ次も行かなきゃダメかな。よいしょ。これね、一個、あ、いいんか、全部ね、これね。これいいんだね。これはよしと、これはよし。次ね、次の検査をしますよ。これね、二股、見えるよね。それでこれを刺すのね。うん。いや、あら、これダメじゃん。これ壊れてるってこと？これつかんな。どういうこと？これ入ってるでしょ。あ、これは壊れてるってことなのかな。ねえ、これ使うもんね。これもこっちもやってみようか。よいしょ。あ、これダメだ。これはダメってこと。いや、調べてよかったね。これだよね。こっちも入れてみる。ダメだ、これ。これね、ダメ。こんなものはダメだ。これはダメってこと。それで、次やるからね。次これやってみよう。いやー、ショック。また買わなきゃいけないじゃん。これを入れて、あ、これも赤いのついてるから多分いいんだろうね。はい、これは大丈夫だね。こっちも、これもついてるね。これは大丈夫。これはダメだった。覚えとかないとね。で、もう一個。じゃあ足りんな、これ一個ね。買わなきゃダメか。これを入れて、あ、ここの時点で多分いいんだよね。で、これね、ついたね。もう一回ちょっと悪あがきで、あ、ショック。この一個がつかないから、もう一回ちょっと検査してみるね。これつかんわな。これ壊れてんだな。これはダメなんだ。これ捨てなきゃね。うん。ダメ。これはダメ。ノーノー。次はね、あら、抜けようになった。あったかくするんだと。で、これはダメ。これはポイしようね。ポイ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 。では、先ほどやったように、これは一つダメだったので、潔く捨てましょうね。ね。もう、寿命なんですね。まあ、そういうふうにやってみてよかったですよね。やらないとあれ使ってたらね、全然ダメでしたからね。はい、それではこれ今温めときましたね。今度は何も反応しちゃいけないんですよ。ね。これを入れて温まってるからね。ね、
あ、大丈夫ね、反応しないね。でこっちも入れてみますね。あれ、あ、ついてないね、反応してない。 あったかい時はいいよ、電気代がかからないとね、こっちはね。じゃあ次行ってみますね。次も入れてみましょうね。よいしょ、赤いのついてないですね。でこれも入れると、あ、大丈夫だね、これもよし。で、冷えてる時はちゃんと効いてたね、赤いのついて、よいしょ。でこれも調べますね。でこれを入れて、ちゃんとコンセント入ってるよね、大丈夫ね。はい、これを入れて、これも入れますね。大丈夫ですね。はい、じゃあバッチリバッチリバチバチ、この3つは大丈夫ですね。こうやってね、毎年調べないとね。これであったかい時に電気が入ってたら電気代がかかりますからね、とにかく調べなきゃダメですね。はい、でもしもこのコンセントさっき良かったもんね。はい、ではつけに行きますよ。ね、マイナス0度以下だったらこの大丈夫かな、調べられるんだそうなんだけど、今マイナス0度になってないからこれがどうだっちゅうのは調べられんから、まあいいやね。それで入れなきゃ、これを入れて、あら、今のは、あ、1個2個、いっぱいあるんだよ、やっぱ足りんな、これじゃな。まずよいしょ、どっこいしょと、これに1個ずつ入れますね。1個、よっ、あ、これってどうなの、どっちがどうだか、あ、こっちの方が入るな、プラスとマイナスがあるみたいなんだけどね。これは短いだろ、2を、よいしょ、そしてこれ短いのを、これと、あと何個、あと3つか、足りんな、やっぱりね、あと3つあるんだよ。これは、あ、足りんな、どうやってもね、あと3つだぞ。 よいしょっと、あと3つ、あと3つあるんだけど、あ、3つまたあったな、これは。それでこっちにもあるでしょ、こっちにはないの、うん、ないと、あら、よいしょ、これ入れようね、これ3つ入るから、あ、足りるかな、いや、ま、これちょっと待って、うん、よいしょ、これも劣化してる感じだよね。でもね、これも変えなきゃいけない、どうやって変えるんだろうね、これね、うん、どっこいしょ、もう1個、よいしょ、これであった、はい、1つ足りなかったので、ここね、とりあえずここね、このまま入れといた、今度買ってくる。はいね、はい、おー、倒れる倒れるはい、この西武90でね、電気代バッチリ契約ですよ何個あるんだろう、お風呂場2個だね、だこれでやっぱ1個足りないんだ、一つ口でいいな、じゃあ買うのはね、これと、あ、しょ、これな、うん、よいしょ、はいね、これで1個足りなかったから今度買ってきます。はい、これで、西武90つけたから電気代バッチリよ。はい、おしまいです。